中山市のスカイライン。中山市は中華人民共和国関東省に位置する地球市。侵害革命の指導者である孫文の出身地であり、その方が中山であったことに由来して命名された。玉江デルタの中南部に位置し、甲州市、富津山市、黄門市、主海市に接する。主海を挟んで、新鮮市、香港とも隣接している。研究の行政区はなく、 市政府直轄の区と賃がある。行政区画の変遷。編集玉江線区。関岐市中山市中山の故障は1152年に、香山県が設置されて、以来香山が使用されていた。1925年に、侵害革命指導者であり、中華民国初代総統であった孫文を検証し、その方から、中山県と解消された。1983年12月に、 フッツさん主管轄の研究士として中山市に昇格し、その後の経済発展に伴い1988年1月に地球市に昇格し、現在に至っている中山国際金融センター1970年代後半、中山は依然として農業中心の経済であり、近隣の香港やマカオとの経済協力はほとんどなく、経済発展率は非常に低かった。 中国が経済改革政策を実施した後、中山は香港とマカオに隣接する玉江デルタの都市として、外の世界に先駆けて開かれた中国の沿岸都市の一つへと成長した。それ以来、中山は香港や台湾などの海外から多額の資金を集めてきた。繊維、衣類、ハードウェア、照明、家電、食品などの伝統的な産業が急速に発展し、 バイオエンジニアリングや電子情報などのハイテク産業も出現し始めた。1980年代後半、中山は急速な経済発展により、東岸ンン市、フッツ山市南海区、フッツ山市純徳区とともに、メディアから関東の四虎と呼ばれた。タイプの異なる他の3都市と中山は同時に開発に焦点を当て、外国投資を呼び込むため、 中国国営の多国籍企業などにより、中山経済は短期間で急速な成長を得て、国営企業のグループ会社が拠点を置いた。しかし、国営企業の財産権システムと企業管理メカニズムは変貌する経済に対応できていなかったため、20世紀の終わりまでに中山市の国営企業経済は低迷し、昭波王など有名国有企業も多くの問題を抱えていた。 1998年から2001年まで、中山市政府は、国有企業の財産権制度を改革し、国有資本を一般競争産業から撤退させ、外資資本とその他非公開所有経済は、経済全体の90%以上を占めている、20年以上の発展を経て、中山は、伝統的な農業群から工業を呼び、商業産業が支配する大都市へと徐々に進化しました。 最新の計画によると、中山市地区の東にある畑港新城は、関東、香港、マカオ、台湾本部経済圏として位置づけられている。2014年、中山市の GDP は2823億元で、前年比8.0%増加した。一人当たりの GDP は88,953元で、都市の登録失業率は2.16%で、あると、 ジョーンズ・ラングラス・ールが2012年に中国で発表した高速道路、編集国道、編集玉井客運が上記二航路を運行。中山市では84%の人が関東語を話すが、発火語、林南語が種の地域もある。関東語は、石器話、砂田話、三角話、古賃話の4種に分けられる。発火語は、主に語カツラサンク、ワンチン、 広島鎮南部で話され、貧南語は主に、酒鎮、大友鎮、三郷鎮、南明鎮、カルガン編などで話されている。近年は、関東障害からの移住者も増えているため、関東ことを勉強する人も増えつつある。中山市では、純徳料理系の関東料理が主に食べられているが、五桂山周辺など、八花が多く住む地域では、八花料理も盛んである。 中山市の料理は、細かく分けると、民田地区、砂田地区、昭蘭地区、紀港玉城の関東料理四流派と五カツラ三区の八家料理に分けることができる。中山市の関東料理は、全体的にあっさりとしており、素材の持つ旨味を重視している。甲州市の関東料理と比べて、郷土食が強く、純徳料理と共通する素材や調味も使われている。 中山市は水郷であり、また、海からも近いため、川魚やエビなどだけでなく、海鮮料理もよく食べられている。中山市の名物料理としては、赤気乳、土場と、小野義虫、小卵作魚級、味里醤炒め、胡椒塩水蛇、虫酸犬、白釈魚皮、砂鍋魚頭、苦肉火鍋、利魚火鍋、酒貝湯底火鍋等がある。 近年は、香港式の茶山頂も多く、他に、マカオ料理、コナン料理などの地方料理を出す店、ファストフード店も増えている。中山市の菓子には落胆に似た、杏仁餅、スターフルーツで作る、酸味のるー、鳥子餅などがある。果物では、3月甲来地、神ワンパイナップル、赤気流岩、手芸岡イバナナ等が著名、夜の損文に寺歩行外、損文。 キャセイパシフィックビジネストラベルアクセスガイド香港国際機場フェリートライファーたまえ客運有限講師ありがとうございます。